ソニシテノダが比例はない。国鉄第5代総裁石田礼介物語第3話。石田礼介総裁のお話第3話目となります。今回も文章伝聞掲載とさせていただきました。今回は新幹線建設費の問題で祖国総裁が辞任に追い込まれ、その後継総裁選びで石田礼介氏が総裁に就任するまでを語ります。あえて戦いに挑戦しておりますので、見にくいというお叱りを受けるかもしれませんが、ご了承願います。合わせてですね、後ほど字幕もですね、準備でき次第アップしますので、スマホでの閲覧もしやすいようにさせていただきます。本日から国鉄の監査委員長であった石田礼介氏が国鉄総裁に就任する前の話に触れを進めていきます。国鉄の組織が戦後の労働運動もあり、士気が低下していたことを憂慮していたわけで、前年の三河島事故での祖豪総裁の苦労を知っているだけに、国鉄という組織を立て直したいという思いが強かったのではないかと思われます。実際石田氏を知る三井物産の元社員は一様に就任に驚きの弁を語っています。新幹線問題での祖豪総裁の辞任と後継総裁選び、祖豪総裁が辞任したのは昭和38年5月19日任期満了という形で退任することになりました。その前年の昭和37年の三河島事故では責任を問うというよりも遺族への補償を行うことを最優先として辞任することはありませんでした。祖豪総裁は新幹線の建設費増大の責任を取って辞任することになりましたが、この辺に関してはすでにご存じの方も多いと思いますが、不足となることはある程度織り込み済みだったとも言われています。結果的に爪腹を切らされる形となった祖豪総裁の後継を当時の池田内閣は内海人からの起用を考えたそうです。しかしことごとく拒否されることになったそうで、その辺を城山三郎著ソニシテノダが比例はない石田礼介の生涯から引用させていただこうと思います。敬遠される国鉄総裁、総理大臣池田勇人は国鉄総裁への内海人起用に執念を燃やしていた。だが総裁並びにとっては何一つ権限のない仕事をやらせる気かと小林一郎が初代総裁のポストを早付けたのは有名な話である。従業員数46万、その数だけでも統率力の限界を超えている上、政府の指揮監督、国会の監督と手かせ足かせをはめられての仕事である。給与も運賃も自ら決めることができない上、公共負担をというので農産物輸送は採算無視の低料金、通勤通学定期の割引についても国鉄法では5割前と定められているのに、電車は8割3分、公車については実に9割3分の割引を強いられていた。経営サイドに当事者能力がまるで与えられていない。運輸以外の副業は許されない上に、新線建設を隠して押し付けられる。これで一体企業なのか、それとも営業または準営業なのか、その点について国鉄部内にも意見の統一がなかった。加えて巨大な労働組合の壁があるといった具合で、経営者にしてみれば苦労だけが多くて何も権限がない役職などやりたくないというのが本音でした。それでも池田内閣は大海人の採用に関わるのでした。大海人の採用にこだわる池田首相、その背景には佐藤栄作との因縁があり、国鉄の効率を上げ活力を吹き込むという大義名分よりも政敵佐藤栄作の国鉄への影響力を断とうという狙いが見え隠れするものですから、誰も引き受けでは見つかりませんでした。池田首相は経団連会長の石田が高帯同に総裁の打診をしますが、声をかけられた松下幸之助や王子製紙の中島啓治は原価に断られると、その人選は苦労したと言われています。そこで最後に声をかけたのが盟友である石田礼介でした。石田はその申し出を受け入れることになるのですが、その辺を再び城山三郎著ソニシテノダが比例はない石田礼介の生涯から引用させていただこうと思います。池田はますます意地になる。旧死大坂は石田が礼介に頼むほかないと思った。昔からの親友だだけにそれまでは避けていた名前であった。ところが石田は喜んで石高からの話に応じた。いや、むしろ心待ちにしていた感触さえあった。石田は昭和31年から2期にわたって監査委員長を務めており、その後は諮問委員としていたそうです。
諮問委員をして本社に来ていた際に呼ばれて、そのまま官邸に呼ばれたそうです。誰もが驚いた石田総裁誕生。石田礼介は官邸に向かい、国鉄総裁を引き受けることになりますが、この時78歳という高齢であり、そごう総裁が総裁を引き受けた時が71歳でしたので、さらに高齢になったと言わざるを得ません。その後の記者会見では、難攻譲れずんばの心境であると発言したそうですが、これは監査委員長を務め、まだ三河島事故でのそごう新次総裁の苦労などを知っているからこそ、国鉄を良くしたいという強い思いがあったのではないかと考えてしまいます。石田礼介は子供がいなかった。晩年を死を迎えているのですが、こともあり、35年の三井物産在職中、実に28年も海外生活をしていたと言われています。それゆえに、合理主義が浸透しているだろう、石田が国鉄総裁のような何の権限もない、むしろ苦労を多くして益が少ない仕事を引き受けたことに驚きを禁じなかったと言われています。その辺を再び、城山三郎著、曽西哲太が非はない、石田礼介の生涯から引用させていただこうと思います。この知らせに、石田を知る人間の間では、よくまあ引き受けたものだという声が圧倒的であった。若い日、三井物産社員としてニューヨークで石田支店長に仕えたことのある広瀬は、現日本生命会長は言う。石田さんが引き受けられたと聞いて、とにかくびっくりしました。普通なら、悠々と余生を楽しむところでしょう。総裁になったところでいいのは記者に乗るのが辛いなぐらい、それなのに総裁の仕事は容易なことじゃない。石田さんはそれを読んでたはずなのに、実際当時の国鉄の職場での職員の士気は低下しており、前年発生した三河車事故の場合はその最たるものと言えました。貨物列車の機関士が信号を見落として妨信した。その後事故を起こす電車が来る前には7分間の時間があったにもかかわらず、貨物列車の運転士も、下り電車の運転士も、上り電車の列車停止手配を行わなかった。上り電車は停止手配をされていなかったので、そのまま事故現場に突っ込み、先頭車が大破して築堤下に転落、2両目も高架下倉庫に転落してしまいました。これ以外にも、国鉄職員が一等寝台車の喫煙室を寝台代わりに添乗したりという、かなりデタラメな状況にあったそうで、全体に士気は低下しており、そうしたことも、監査委員時代に見てきたこともあり、何とかしたいという思いがあったと言われています。続きます。次回は国鉄総裁就任後のお話などをさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。